はい、こんにちは。ニューヨークからウクキャットです。今日は今ね、見ていただいて、もう下書きをね、当たりをちょっとつけて、る段階からの動画になっておりますが、今日は最近ね、前回と同じ美人画シリーズで、今日はね、韓国のこれインスタグラマーなんですよね。モデルさんでもあると思うんですけど、この方のドローイングをやってます。お楽しみください。この人の名前ちゃんと分かってないんだけど、テリちゃんっていうんですよね、多分ね、テリちゃん。なんかこの方初めて見た時に、人間とは思えない、人間作りじゃないなんだろうな、漫画から出てきたような人だなと思ってびっくりしましたけどね。人間もここまで進化したかと思った人です。どうなんでしょうね、現実この方を見たことないので。今はあのインスタグラムとかね、まあ、あのいろいろほら セルフォンでね、スマートフォンでいろいろアプリでね、皆さんいろいろ創作できるので、本人自体を創作できるので、どうなんでしょうけどね。まあ、でもとっても一貫して可愛い方だなと思って見てますけれども、初めてこの方をね、初めてじゃない、2回目描いてみましたけどもね。美人とかとっても可愛い人って書くの難しいですね。今日はチャコール、今ちょっと急に色がガンとついたと思いますけど、ちょっとチャコールも、混ぜております。影の部分、それから黒い髪の毛の部分に、チャコールを入れてみました。一気にドンと編集でね、これも大体2時間ぐらいの絵を2時間かけましたけどね、20分にまとめてので、いろいろスキップしてますが、まあ大体、丁寧に2時間、まあそれでも早いと思いますけれども、2時間で描きました。鉛筆が、材料は、まあ僕は前も言いましたが、ステッドラーの鉛筆ですね。何種類ぐらいかな、とりあえず、4H から 8B ぐらいはね、スキップしながら持ってます。今日これ使ったのは、今日は主に HB、 それから 2H、 薄い方は 4H、 そして濃い方は、目ん玉が5、うんと暗いところが 8B ぐらいかな。あと基本的に 23HB23、 ここら辺が僕のベースにしてるところですね。でアクセント、そのボリュームっていうかね、ダイナミクスをつけるのに、ダイナミクスって音楽で、僕は基本音楽家なので、ダイナミクスって言葉あんまり画家の中でダイナミクスって言葉使うのかな、よくわからないけど、僕はもう絵と音楽は共通してると思ってるので、まあ、そういう言葉も使わさせていただきます。ダイナミクスっていい言葉だと思いますね。こういう、まあ、日本語だと何でしょうね、強弱ですよね、強弱になります。ということでね、いきなし喋り始めましたけれども、今日はね、ちなみにニューヨークまた暑くなりました。80度以上になってますね。今日80何だろう、83ドロ、何ドロだって、80度以上になってますから、まあ、ちなみに今日90度ぐらい感じがするので、90度っていうとまたね、90から30引きます。そうするといくつですかね、ね、60ですかね、計算遅いね僕ね60で、それを半分で割ると、だから30度ですね。暑いね、90度、30度ですよ。華氏でいうとこの90度が、摂氏だと30度、まあ、そのぐらいの暑さなので、なかなかね、熱中症にならないように気をつけた方がいいですね。
僕あんまり話上手じゃないので、あのお話あんまり見ないで、僕の見てるなんだ鉛筆の方ねのに注目したり、まあ、まあ聞きたくなかったらミュートしてもいいですよちょっと見てくださいね。まあ、でもね、ニューヨークでいろいろね、僕はその音楽活動を、まあ、基本的に、まあ、仕事はね、ミュージシャンとしてずっと長らくやってきたんですけど、最近はね、絵で仕事もしております。それから絵画教室もやってますので、毎週ね、週1回ですけれども、週あの日曜日にね、生徒さんが来ていただいて、教えてます。それからまあね、今年絵画展やったので、また来年もね大きいの一つやろうかな、頭それか今年の年末にやろうかなって考えてるんです。その前にね、1、2回ねちっちゃいのもやりたいんですよね。そうそう、あのですね、夏にこの後ね、僕はあの8月の23日から10日間、ハワイのオアフ島に行ってきます。オアフ島に行ってきて、まあ基本的にウクキャットでございますので、ウクレレのちょっとお店とかね、お店それから作ってる工場とかを回っていきたいと思うんですけど、あとニューヨークじゃないや、ニューヨークにねいるアーティストのお友達が教えてくれて、あのジェームズ・ボンドの何代目の人だろう、まあ、あの有名な方がね、僕あんまりね俳優さんとか分かんないんですけど、オアフに住んでるらしいんです、アーティストの方、そこを訪ねたらどうなんて言われたので、あの絵描きさんのところにもねちょっとね、行けたらなと思います。ハワイにいる、アーティストとの交流もね考えてます。10日間なんですけどね、多分いっぱい刺激受けてくると思います。特に僕ランドスケープを描くのがすごく多いので、もちろんニューヨークの、ね、絵はいっぱい描いてきたんですけど、今までハワイ行ったことないので、ハワイでね、それこそ綺麗なね、海の絵、空の絵をね、これ今後ね、描くんじゃないかなと思います。やっぱあのいっぱいね、刺激を受けていきたいと思いますけれどもね、9月以降のね僕の絵はたくさんトロピカルな絵になっていくのではないかと思います。お楽しみください。今はですね、ちょっとこの夏はね、一つ、目標がありまして、というか今ポートレートをこうやってこのようにいっぱい描いてるのですが、特にね今モデルさん美人画シリーズということでね、実はこれは、前回のミランダ・カーさんを描いたがあるんですけど、その時もお話ししたんですけど、ちょっとねこれは、依頼というかねお話があって、アラスカにいるね、バイオリン弾きのロシアン・ウクライナ系の、今ねロシア・ウクライナいる問題ありますけれども、それその両方に家族を持つね、お友達がいるんですけど、その方が、バーチャル美術館を持ってるらしいんですよね。それでね、作品をね、25点ね、書いてくださいということでね、いっぱいえらい大変なんですけども、書いてます。これもその一つです。でもね、この方はすごく僕のアーティスト活動、音楽活動両方とも応援してくださってましてね、この人どういうことやったのかな、あ、そうだ、エニウェイカフェってね、僕がねあの演奏家として、まあ、ウクレレを弾いたりそこで演奏したりしてた、あの フレンチロシアンカフェっていうの、あの要はロシアとフレンチの料理を出す、オーナーはウクライナ系かな、ロシアン系かなの
お友達がいいんです、奥さんになって。その人のお店で演奏をね、レギュラーで10年、8年、9年、10年ぐらい前からね、演奏してるんですけど、時々。特に10年前から7年ぐらいまではレギュラーで毎週土曜日演奏してたんですね。それが僕が演奏しているカズ&サカイっていうね、ジャパニーズジプシーロックっていうのがあるんですけど、それで演奏してたんです。でそこにはね、アーティストとかね、それから俳優さん、それからもちろんミュージシャンとかね、それから業界人っていうかな、そういう人が多いとこなんですよね。でそこでまあいろんなアーティストと知り合ったり、まあミュージシャンと知り合ったりした中の一人です。あ、そうです。急に思い出しましたが、ここで今ちょっとね、宣伝です。今週の土曜日、ウクハットという僕が いつもいる場所で、コンサートを僕プロデュースしてるんですけど、僕のソロライブがあります。お時間のある方はお越しくださいということでね、概要欄にね、住所と載せておきます。僕のこれポスターです。ということでね、ちょっと宣伝をぶっこんでしまいましたが、まあね、そういう音楽活動を長らくやってきてるんですけど、音楽活動を、毎週ね、特にここ7年間はね、毎週土曜日、あれなんですよ、ライブをやってましてね、自分がまあ出演もするんですけども、毎週違うジャンルでね、僕がプロデュースして演奏してます。ジャズやったりね、ボサノバの日があったり、それからジプシーロックとかロックがあったり、ラテンの音楽をやったり、まあ本当バラエティー飛んだ、ライブを企画してやってきました。コロナのね、ニューヨークはもうほぼ収まってね、マスクはするところもありますけれども、ほぼ、ノーマスクでいろんなところね行けますけれども、まあ、コロナ2020年からで2年間ね、特にちゃんと音楽活動がなかなかできなかったっていうのも一つのきっかけでね、すごく絵に描ける時間は僕はすごく、増えてます、でまあそれがきっかけでね、絵画展を今年の冬にねやりましたけれども、そういう目標立てで やったことはとっても良かったと思いますけれどもね、まあ、いいこと悪いこといろいろあると思うんですけど、そういうとこもねうまくね自分でね利用するというかね、それをチャンスとね捉えてね、頑張っていきましょう。ということでね、今ね絵の方は洋服細かいの全部描くの大変ですよね。だからもうそんなにむちゃくちゃ丁寧には描いてませんけどもね、まあ、服だぞとか、なんかちょっとした可愛いドレスだぞと、これなんていうのかな、これチェック柄っていうのかな、可愛い洋服ですから、まあ描いてみようと、これ大変だけど描いてみようと思ってとりあえず描きました。ちなみにそういえばその、まあ、このね今回描いた絵なんですけども、最近この子は韓国の子なんですけど、あれですね、皆さんねお綺麗でね、お化粧の仕方とかもすごいんだろうなって、なんかいろいろあれですよいやー、皆さん見たことないのかな、メイキャップのすごい、なんかあれは韓国じゃなく中国のやつのだったかな、わかんないけど、鼻とかくっつけたりしてもうすごいのがありますよね。ちょっと説明できないんですけど、なんかね、バーチャルで綺麗で本当の綺麗かがもうだんだん分かりづらくなってきたっていうところが、なかなか男性としては困っちゃうところがありますけれども、まあこの子は多分こういう人なんだろうなと思ってますけど、最近そういえばメタバースって言うじゃないですか、インスタグラム含めてフェイスブックはあそこメタって言いますよね。メタバース、いわゆる仮想通貨を使ったりとか、まあ、AI を
駆使して、ね、これからの世の中はメタバースで動くんだみたいなとこ言ってみますけど、あのメタバースの一つの例でインスタグラムとかやっぱ TikTok とかああいうものを皆さんご、ね、使っていらっしゃると思うんですけども、僕はあんまり TikTok まで手出してないんですけど、あの最近知ってびっくりしたのが、男の人で何て言ったっけかな、過去女っていう、ご存知でしょうかね。僕のこれ見てる人は年齢層がどうか分かんないんですけど、そんな高あの低くはないと思う。過去女っていう方がいるんですって。どういうことかというと、まあ、男性の方で、まあ、男性の方だけじゃないのかもしれないけど、男性の方が、まあ、いやバーチャルの世界で可愛いもうありえないほどの女性に変身してというか、まあ、多分加工するんでしょうね。加工してもう普通自分と実際と違う、人生というか、あのなんていうのキャラになって、要は人気を得て、その自分の、なんていうのかな、そういうなんていうんですか、自己顕示欲を満たしてファンを作りって、まあ気持ちわからなくもないのですが、それに出てくる女性がですね、まあ女性、男性ですよ、だけど女性になって、えらいむっちゃ可愛いんですよ、現実的じゃない。で、まあ、中にはあすごい加工してるなという人もいるし、すごいもうクリエイトされたそのレベルがすごくて、これは恐ろしい時代になったなって、知らない間にあこの子可愛いって言ってたら実は男の人だった、おじさんだったっていうことがあり得るので、もうね、おじさんとしてはそれはまた怖いなと思って別にいいかね、なんかすごい世の中になってね、昔なんだっけかセカンドライフとかいうの、ね、のが出た頃は怖いな、すごいな、ね、アバターなんて出た時にすごい世の中が来るって言ってたけど、あんなもんじゃなくなってきましたよね。すごいなと。どこまで行くんでしょうこのね世界は。だけど、ね、このバーチャルと現実をだんだんね、昔よりもっと昔っていうのが10年20年前よりこう現実とつなげていくねいうことになってきてるから、本当にすごいですよね。お金も仮想通貨とかね、もうまあ特に僕には縁がないような気もするけれども、でもよく考えてみると、その YouTube とかで皆さん、ね、課金とかしてるっていう、お金ってあれはねすごいですよね。お金って何なのって、実際ないんじゃないのって感じですよね、やっぱね。だからそういうシステム整うと、そのうちお札もなくなるんでしょうね、なんていろんなそういう雑談ばっかしてる、僕のこの声書き動画でございますが、鉛筆はもう本当にね、こう絵の具でこうベターっとこういう風なことができないので、根気がいりますね。根気のいる作業ですが、僕はこのブラック&ホワイト、この鉛筆がなんか好きですね。なんででしょうね。なんか案外やっぱうまく線が、基本線がなんでしょうけど、線と面とを利用して書くんですけども、なんかこう深い表現ができますよね。はい、ということでね、ほぼ出来上がったと思います。マスキングテープを最後剥がしてね、いきます。やっぱね、マスキングテープ剥がしてね、こうね、ウォーターカラーでも何でも、この最後ここが気持ちいいですよねこの瞬間がいつも気持ちよくてね、やめられないっていうのもあるんですけど、まあ、額縁効果があるこのマスキング剥がし楽しいですね、いつも。はい、ということでね、今日は自分のライブの宣伝までさせていただきましたが、ということで、ゆくキャット、またね、オリアルごと、制作動画作っていきたいと思いますので見に来てください。
はい、ということでこれが、まあ、完成。なんかちょっと憂いある表情のテリちゃんになりましたが、この子目が本当に目が本物もでかいですね。びっくりですね、この子。はい、ということでウクキャットでした。またまたね、バイバイ。